ヒヨン30、あと半分、あと半分。左手しっかり上げながら、左手上げながら、上だぞ。
残り時間1分。残り時間30秒。青コーナーパク・シウ選手に対して後頭部への攻撃による注意が与えられました。大島選手に対して注意が与えられました。再開します。第1ラウンド終了です。
ただいまパクシウ選手の攻撃がグラウンド状態の攻撃に当たりましたので、パクシウ選手に減点1が与えられます。再開します。再開します。3分経過、残り時間2分。
下1分。残り時間30秒、残り時間30秒。終了です。
3分経過、残り時間2分。残り時間1分。残り時間30秒。試合終了、タルミ判定に入ります。ジャッジ和田28-28マスト判定、青パック。ジャッジ橋本28-28マスト判定、青パック。ジャッジ福田28-27青パック。よってこの試合3-0をもちまして勝者青コーナーパーク終了。さあ準決勝へ行く最後の一人はどちらになるんでしょうか。第1ラウンドが始まりました。早速打撃で行くのは大島沙織、タックルを狙っていきます。足をかけていく、倒していくのは大島。ミマスも動きを止めずに暴れているがバックを取っていく。大島沙織という選手の強さ、どういうところに元の選手は印象がありますか。体はすごい小さいんですけど、はい、まあ、パワフルさもありますし、うん、あとは本当に決めきる力が思ってるので、はい、まあ、1本取れる選手で本当に強いですね、はい、さあ腕を狙っている、腕を狙っている、あーっと決まった、圧倒しました。Thank you.
残り時間30秒。
残り時間30秒。試合終了、判定。
3点の結果をお伝えします。ジャッジ田村20対17、赤大島。ジャッジ永瀬20対18、赤大島。ジャッジ松宮20対17、赤大島。ジャッジ上松20対18、赤大島。ジャッジ田田20対18、赤大島。よってこの試合5対0の勝ち、勝者赤コーナー大島サムリー。この結果をもちまして、大島サムリー選手がリープキュースアトミック新王者に輝きました。チャンピオンベルトの贈呈でございます。大島選手はリープ女子ミクロ級も現王であります。この結果2冠を取りました。